歌った曲は恋のシャボン玉とハートフレンドという私たちのオリジナルな曲でした。はい、はい、私たちまばたきは今あのアイドル祭りというあのアイドル の頂点というか、はい、アイドルの全国のアイドルの頂点を決める、はい、アイドル祭りという大会に参加させていただいていて、はい、今年も去年と2年連続で参加させていただいたんですが、はい、去年今年と2年引き続き北海道エリア代表とならさせていただきました。ありがとうございます。はい、去年は決勝大会でオーディエンス賞という賞をいただいての優勝することはできなかったので、今年はの9月7日にの東京ドームシティホールでその決勝大会があるので、はい、優勝できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速次の曲に行きたいと思います。聴いてください、ムーンライト伝説。占う恋の夢。
ありがとうございます。ありがとうございます、うん、今歌った曲もそのアイドル祭りの去年の課題曲で、はい、はい、セーラームーンの課題曲でね、はい、そうなんですでした、はい、私たち去年もライブグリーン公園のレインボーフェスティバルのこのステージに去年も出させていただいたんですが、はい、去年は終わった後にあの屋台とかあるじゃないですか、そこであの焼きそばを食べたんですよ。いろんなね、すごく美味しくってなんか麺の太さがすごいなんか絶妙というかあの家で食べる焼きそばより美味しかったので焼きそばはやっぱお祭りの焼きそばが一番美味しいなと思いました、ちょっとお母さんに申し訳ないんですけどはい、そうだね、いろんなとこもあったけど、なんだっけ、この前スーパーボールとかなんか、あなんかいっぱい撮って、お家でね、そのスーパーボールでいろいろ遊んだりしてたんですけど結構縁日とかも、はい、うん、好きな方なのでくじ引きってなかなか当たらないから、うん、あんまりやりたくないってわけでもないんですけど、うん、くじ引きすごいこのものが欲しくてやるじゃないですか、うん、で聞いてもなかなか当たらなくて、ね、これ本当に入ってるのかなって毎回思っちゃうような、うん、一番すごいま、お祭りの縁日で楽しい、なんか楽しいやつだなって、ものだなって思います、はい、次ね、歌う曲、すごい今日すっごい天気ですよね、そのなんか夏らしい感じの曲なんですけど、ね、ちょっとあの君とシースケープって言ったんですけど、その海をなんかイメージする感じで、ちょっとその歌詞で涼しくなれるのかなってちょっと海だから、はい、結構涼しくなれるかなって思うので、ぜひ夏の歌なので皆さん楽しんで聴いてください。はい、聴いてください、君とシースケープ。Thank you.
ありがとうございました。それでは出演者のみんな集合。集合。はい。これ。大丈夫そう。はい。ありがとうございます。以上をもちまして、アクタースタジオの、ライブパフォーマンスを終了させていただきます。まずアクターズスタジオの説明を簡単にさせていただきたいなと思います。僕たちアクターズスタジオは、歌、ダンス、演技などをレッスンしている芸能養成所になります。過去の卒業生にはトリプル A の西島貴博さん、最近歌手デビューも果たした三浦春馬さんなど様々な卒業生を出しております。僕たちもね、そこに続けて、芸能界で活躍できるように日々レッスンしております。そしてアクターズスタジオでは、スタジオ生を募集しております。僕たちと一緒に歌、ダンス、演技などね、一緒にレッスンして一緒に夢を追いかける仲間を募集しておりますので、もしね、興味ある方いたらね、はい、お声掛けいただいたら嬉しく思います。よろしくお願いします。はい。そしてね、僕たちライブ活動も今日のようにしてますので、いくつか告知をじゃあお任せします。どうぞ。はい、一つ目。はい。まず、今日この後、はい、スタジオライブという、いつも私たちがレッスンしているところでライブがあるんですけど、はい、このスタジオライブは1ヶ月に2回、第1、第3、土曜日。まあ、各月にもよるんですけども、そうですね。はい、土曜、大体土曜日に。土曜日も、はい、やってますんでね。はい。で、場所いる？場所。場所は？場所がですね、大通りにありますトミービルというところの地下1階にアクタースタジオございます。パルコの裏のところになっております。はい、でこの後ね、6時からライブをさせていただきますので、はい、もし興味あってこの後お時間あるよって方いたら来ていただけたら嬉しく思います。はい、そして1月5日、はい、明後日ですね。そうです。はい、ファクトリーさんのアトリウムで、はい、ミクレイライブというライブが18時からと19時から2部あります。はい、はい、私たちもね、出るんで。出ます、はい、みんなここ全員出るかな。出ます、観覧無料なので、はい、見に来てください。よろしくお願いします。そして最後に大きい9月22日に、はいはい、デッドライブというアクターズスタジオの半年に1回ある大きい集大成みたいなライブがあるんですが、はい、そちらが9月22日の土曜日、ね、日曜日、9月22日の日曜日にキューブガーデンさんというファクトリーさんの目の前にある、目の前結構近くにあるんですけど、そこにあるライブハウスのキューブガーデンさんというところで、はい、9月22日の日曜日にやります。はい、そしてチケットを、そうですね、今日から発売ですね。そうなんですね、はい、今日から発売となっていますので、それはスタジオで売るんですもんね。はい、そうですね、今日のスタジオライブ、はい、この後のスタジオライブから、はいはい、発売なので、はいはい、結構この人たちだけじゃないんですけど、アクターズスタジオにいるの、はい、もっと可愛い子、かっこいい子とかいるんですけど、僕たちの集大成のライブですからね、はい、もう僕たちもリハーサルにそろそろ 手をつけるところになってまして、はいはいはい、僕たちの熱意もすごく入っているライブになりますので、ここはぜひ来ていただきたいなというふうに思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは、そうですね、締めどうぞ。以上、アクターズスタジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみください。お祭りを。お祭りを。はい、アクター
ターズスタジオさん、ありがとうございました。可愛らしい歌、そして踊り、そしてペアの歌と素晴らしい演奏、そして歌を聴かせていただきました。ありがとうございました。もう一度大きな拍手でお送りください。どうもありがとうございます。ハリコプターつければいい。やっぱ頭頂部が涼しいですか。頭頂部のつむじが、そこが一番涼しい。一番なんか風とかここからの一番感じやすい場所が、そこ薄いんじゃなくておっさんみたいに薄かったりしない大丈夫あどっこいしょーどっこいしょーソーラン節、ソーラン節やってるよ、わかんないだけど、なんで嘘だこれ初めて見た、それこれ初めて見た、初めて見たからわかるね、どっこいしょーどっこいしょー、それうちやってるの、どっこいしょーって言わないよ、絶対違うもん、どっこいしょーだ、めっちゃ言うと多いじゃん、うちら全然地域違う、どっこいしょーって言わないよ、はい、3歳、僕3歳、ちゃんちゃい、はい、じゃあせーの、ありがとうございました。近くてみんな入らねえみんなカメラワークのこと考えて、カメラワークのこと、誰も聞いてない、ありがとうございました、ありがとう、じゃん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 、あれもう一回ごめん、いや多いじゃんじゃんじゃん、はい、ありがとうございました。最初に打ち合わせしようよ、どうって急に終われたんすか、無茶ぶり、グラさん、グラさん、いきますよ、はい、じゃあ後ほど、後ほど、後ほど、じゃあファクトリーで、はい、あ、当たって、当たって、オッケー、オッケー、グラさん